高南中学校、高等学校は沖縄県那覇市小島一丁目にある私立中学校、高等学校。中学、高校を合わせた在籍は約1300名である。沖縄県内で初の私立高校及び私立中高一貫校である。高校においては伝統的にスポーツを中心とした課外活動が活発である。高校野球部は 甲子園の常連校として、プロ野球選手も数多く輩出しており、2010年には、史上6校目で21世紀初となる春夏連覇を果たした。また、沖縄県勢にとって、夏の甲子園を初優勝となった。春4回、夏12回、計16回出場。また、近年では、ハンドボール部の男子が、インターハイで6度の全国制覇を成し遂げている。 バスケットボール部の男子も1986年春の選抜で沖縄県勢全国大会歴代最高となる準優勝を果たしたほか2007年のインターハイでもベスト8まで進んだボクシング部は金城新吉監督が経営するウィンナーボクシング教室を練習場としインターハイジュニアオリンピック国体の優勝者を数多く生みプロボクサーも輩出したが 1995年入学者イコール1998年卒業生が最後となり沖縄小学高校に移管された。かつては商業化もあったが、1993年最後の卒業生を送り出した後に廃止された。なお、港南学園には学園バスがあり、西海岸線、中央線、南部線、糸満線がある。 主に高校野球の応援で使用されている応援曲。原曲は埼玉県の浦和学院高等学校の浦学サンバさんであり、これを譲り受けて港南サンバとして使用するようになった。これをベースにして他の沖縄県内の高校でも演奏されるようになり、沖縄で特に広まったことから千葉ロッテマリーンズが沖縄県内で試合を行うとき限定の チャンステーマとしても使用されている。ありがとうございます。